カルロス・ホセクエンティンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ベルフラワー出身のプロ野球選手。ウトウミギウスタンフォード大学在籍時には3年連続で、カレッジワールドシリーズに出場した経験を持つ。2003年に MLB ドラフト1巡目で、アリゾナダイヤモンドバックスへ入団。この年に、トミー・ジョン手術を受けたため全球。2004年には、A と AA で、 マイナーリーグシーズン新記録となる43支球を記録。2005年マイナーで期待通りの活躍を見せ、2006年7月20日にメジャーデビューを果たした。ショーン・グリーンの後釜として期待され2007年シーズンを迎えたが、2度の故障者リスト入りのため出場試合数が81に止まり、打率、本類打打点の打撃3部門は、 昨年を下回る成績に終わり、レギュラーの座をジャスティン・アップトンに奪われた。チームは地区優勝を果たし、プレーオフへ駒を進めたが、クエンティンはロースターから外され、シーズン終了後に痛めていた左肩の手術を受けた。2007年12月3日にトレードでシカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。2008年は開幕前は外野手の4。 5番手を大学時代からの親友である、ブライアン・アンダーソンと争っていたが、ゼリー・オーエンスが、開幕前に故障者リスト入りとなりレギュラーの枠が空いた。シーズン初出場は、開幕3戦目のインディアンス戦。それ以降本塁打を量産し、8月末の時点でリーグ最多の36本塁打を記録し、チームメイトは3次を惜しまず、AJ ・ピアジンスキーは、彼以外に、 MVP は誰がいるんだもちろん彼が取るべきだろうと発言。しかし、9月1日のインディアンス戦の第4打席でファウルした後にバットを右手で殴り、手首骨折し、シーズンを終えた。自己最高の打率、288、36本塁打、100打点を挙げた。2009年も故障の影響で99試合にしか出場できなかった。しかしながら、 二年連続で二十本塁台上を記録。2010年は自己最多の131試合に出場したが、開幕直後の不振や途中の故障などがあり、打率は243にとどまった。本塁打と打点はいずれも2008年に次ぐ数字となったが、三十本塁打と百打点には届かなかった。2011年は終盤に肩を痛めて、 出場118試合にとどまりながら24本塁打77打点と活躍し2度目のオールスターに出場。2011年12月31日にサイモン・カストロ、ペドロ・ヘルナンデスとのトレードサンディエゴ・パドレスへ移籍した。開幕前に左膝を負傷し関節鏡手術を受けた。2012年5月28日に復帰した。 最終的に1年を通してクリーンナップとして活躍した。7月22日、3年総額2700万ドルで契約延長した。2013年4月11日のロサンゼルスドジャース戦でザック、グレインキーと乱闘になった。その後の検査の結果、グレインキーに左鎖骨骨折で全治8週間の怪我を負わせ、 8試合の出場停止の処分を下された。6年連続2桁本塁打となる13発を放ったが2桁本塁打を記録したシーズンとしては最低の数値である。2014年、左膝の故障で自己最小の50試合出場に終わり大不振を極めた。打率177.4本塁打18打点はいずれもメジャー自己最低であり、 特に打率が200に満たなかったのは初である。2015年4月5日に、クレーグ・キンブレル、メルビン・アップトン・ジュニアとのトレードで、キャメロン・メービン、マット・ウィズラー、ジョーダン・パローベックと共にアトランタ・ブレイブスに移籍したが、7日にディーフとなり、14日に FA となる。4月22日にシアトル・マリナーズとマイナー契約を結ぶが、5月1日に、 左膝の慢性的な痛みを理由に引退を表明する。2016年2月1日にミネソタツインズとマイナー契約を結び現役復帰。招待選手として参加したスプリングトレーニングでは15試合で二本塁打を放つが3月29日に FA となった。7月12日にメキシカンリーグのプエブラ・パロッツと契約。2017年2月8日に ボストンレッドソックスとマイナー契約を結ぶ。4月2日に FA となる。7月11日にメキシカンリーグのモンクローバ、ー、スティーラーズと契約。オフに FA となった。ありがとうございます。